今も時折思い出す、あの柔らかな手を拒んでしまったことを。ユイ。はい。なーにぼーっとしてんの。できたわよ。気楽にダイバーシティ、いいコンセプトだよね。リノベーション事業部に配属され2年半、廃校の体育館のリノベーションを任されることになったのだけれど。頑張ってる？ホタルさん！老人も子供もできるスポーツ？なんかないですか？あ、ボッチャって知ってる？え？パラリンピック競技なんだけど、赤と青のボールを投げて白いボールに近づけた方が勝ち。みんなハマるらしくて、ボッチャ部がある会社もあるんだって。部長の顧客に選手がいて、なんかめっちゃハマってるんだよね。よかったら見に行かない？へえ、ボッチャ。テレビで見たことあるわ。脳性麻痺の人もプレーできるんだな。美穂ちゃんもそうだったわよね。幼稚園の頃仲良かったもんね。元気かしら？幼馴染の美穂ちゃんは車椅子を器用に扱いながら、他の友達とも普通に遊ぶ明るい子で、小さい時はそんな重い障害があるなんてよく分かってなくて。でも小学校に上がって。あれ、美穂ちゃん教室違う？うん、気楽にダイバーシティだなんて、一番できてないのは私だ。おはようございます。こっちこっち。あちらがボッチャのトップ選手、広瀬さんと杉村さんだ。これ今どちらが勝ってるかわかる？白のジャックボールに赤の方が近いから広瀬選手？しかしそのボールを杉村選手が弾く。おお、頭を使う競技なんですね。だろう、そこが面白いんだ。性格が悪い方が勝つゲームとも言われてますからね。広瀬選手、よかったら皆さんもやってみませんか？まずは基本のアプローチ、ヒット、プッシュを練習しましょう。僕のボールは柔らかくて投げやすいと思いますよ。なんていうかしっとり。手に馴染むでしょう。あそこの青とジャックボールの間を狙ってみましょう。おお、ナイスショット。すごい、ユイ。なんだろう、このトスッとハマる感じ、楽しい。なぜだか無性にハマるよな。はい。よし、次は俺が。それじゃあ次は私。ジャックボールめがけて投げるのは難しそうだから転がす。赤ボールの方を近づけちゃった。ジャックボールの前が塞がれちゃいましたね。こういう場合はですね、俺もあんなボールを投げたかった。私も次こそは。もう一回どうですか？はい。上から見た方が分かりやすいし、カフェは2階に。プロジェクターも楽しみになってきた。そうだ、この柔らかさ、美穂ちゃんの手に似てるんだ。聞きたい、彼女のアイディアも。もしもし、おばちゃん、ご無沙汰してます。風間由衣です。覚えていますか、あの美穂ちゃんと。そして未来の話を。あなたのヒーローは誰ですか？